おはようございます。今からジム行きます。完全貸し切り状態です。在住特定が個人情報を。はい、筋トレ終了です。帰ります。いやー、めっちゃいい天気だな。はい、ということで今日は寝たいと思います。おやすみなさい。よし、掃除するか。よし、綺麗になった。
はい、今お昼なんですけど特にお腹減ってないのでお昼ご飯はみかんで済ませたいと思います。はい、ということで今から品川の方に行きたいと思います。まあ、ちょっとブラブラしに観光がてら行きたいと思います。癒される。いやーマジでいい場所ですここ。はい、続いては桜坂に向かいたいと思います。はい、ここが桜坂だそうです。はい、これはあれですね、春に来た方がいいっていう風に思いました。すごいね、自然豊かな道なんですけど、はい、また春に桜が咲いた頃に来たいと思います。まあでも実際品川に来て、まあ、知らない場所も知れて自然に癒されたので、まあ、すごく良かったなと思います。ということで今から帰ります。はい、今日の夕ご飯はレモン鍋です。はい、ということでそろそろ寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。ジム行きます。いやマジで寒いね。はい、今日も貸し切り状態です。はい、筋トレが終わりました。帰ります。お昼ご飯です。
から取材に行きます。開港100周年ってすごいな。本日はミニマリストフォーさんのお宅にお邪魔しておりまして、ということで本日もフォーさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、また楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日の夕ご飯はビビンバです。今から食べます。はい、ということで今日は寝ます。おやすみなさい。最近僕たち夫婦がハマっているセブンイレブンのバームクーヘンです。まいやー眠い、はい、ちょっと眠いんで少し散歩します。はい、ということで今日はいつもと違う散歩コースで行きたいと思います。はい、で眠い時の対策法なんですけど、僕の中で大きく4つありまして、まず1つは別の作業に移るっていうことですね。で2つ目は体を動かすということで、3つ目は耳のツボを刺激するっていうことですね。まずは手のひらで耳をギュッと握ってあげると、であとはそれぞれ数秒ずつ、横に引っ張ったりとか上に引っ張ったりとか下に伸ばしたりとかすると結構眠気が覚めたりします。で最後はですね、自分が知らない道を歩くと結構脳に刺激がいって眠気が覚めることがあります。はい、でこれはなぜかというとですね、脳は新しい道に行くと家に帰れるように脳が活性化するんですよね。迷子になっちゃうといけないので、だからこそ、脳に血流がいって刺激がいって眠気が覚めるっていう仕組みです。ぜひ皆さんもやってみてください。全体的に紫の植物初めて見ましたね。こういう初めてのものを見るときとかも結構脳に刺激がいくので目が覚めやすくなります。あとは五感に意識を向けて歩くとかも結構大事ですね。はい、でもしよろしければこちらの本すごくねおすすめなので読んでみてください。いやー、すっきりした。さて行きますか。はい、今日は皆さんご存知のあの人に会いに行きます。はい、ということで行ってきます。はい、じゃあ行きます。本日は林さんのお宅にお邪魔しておりまして、はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです。ということで本日も林さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。以上になります。はい、いい感じでまとまりました。いやー、すいません。ありがとうございます。はい、お邪魔しました。ありがとうございます。ご飯食べに行きます。はい、食べます。おーいやいやいや、でも上手っすよ。帰ります。
寝ます。おやすみなさい。今日もですね、おやつタイムということでセブンのバームクーヘン食べます。いやこれはマジでうまいです。はい、ちょうど晴れてきたので今からセブンに行って領収書を印刷しに行きたいと思います。はい、終わりました。はい、つい先日11月5日にミニマリストのルーティン動画ということで Vlog 第1弾をアップさせていただきましたが、本当に皆様からの温かいコメントと、こういう Vlog 動画見たかったという感謝のコメントといただきまして、本当にこちらこそありがとうございます。すごく励みになります。これからも何ら変哲もないミニマリスト生活ですけど、もうありのままを皆様にお届けしていこうと思います。昔僕が YouTube チャンネルを開設したての頃もですね、まあ、今回のような Vlog を撮っていたりとかね、まあ、自然の中を散歩したりとかしていたんですけども、撮影とか編集が大変だったりして、まあ、なかなかしばらく重い腰が上がらなかったんですけども、まあ、いろんな方の YouTube チャンネルを見させていただいて、なるほどと、こういう風に撮影したりとか、こういう編集の仕方をすれば、まあ、継続的にアップできるなということを学ばさせていただき、でさらには、まあ、知り合いの、まあ、YouTuber の方からね、いろんなアドバイスをいただいて、まあ、今回、まあ、つい先日ですね、Vlog をアップすることができました。まあ、そういった方々のね、協力もあって、まあ、この動画もしっかり、僕の YouTube チャンネルの支えになっておりますので、そして視聴者の皆様のね、本当に温かいお言葉と、応援と、激励とあって、今の僕自身がいますので、感謝と恩返しの気持ちを持って、まあ、今後も1ミリでも皆さんの人生のお役に立てるように、ちょっとでもね、元気が出るように、そんな動画を作っていきたいと思いますので、今後も応援よろしくお願いします。マイクはあるし、飲み物も入れたし、 iPad も入れて、はい、ということで今から取材に行きたいと思います。では行ってきます。いつも通りちょっと早めに着いたので散歩したいと思います。いやめっちゃいい天気だな。この水面に反射してる感じがすごい神秘的で綺麗ですね。はい、ということでスロット取材の時間になりましたので、今から向かいたいと思います。どうも。おはようございます。お邪魔します。はい、どうぞ。すごいですね、この状況が。そうなんですよ、ね、片付け途中ですか？お掃除の途中ですね。お、本日は赤木明さんのお宅にお邪魔しておりまして、引っ越しの準備ということで、はい、荷造りですね、はい、片付けとかいろいろやっていきたいと思います。はい、
ということで今回引っ越しの荷造りを終えてだいぶ綺麗になりましたね。おかげさまで広々しました、はい、ようやく。はい、ということで今日はちょっと早いですけどもう眠いので寝たいと思います。おやすみなさい。落ち葉もカラフルで綺麗だな。ビザでお願いします。今日の夕ご飯は麻婆豆腐です。うまいっす。徳野さんから明日の企画をいただいたので今から考えます。今回の企画は僕が20代の時に知りたかったというか昔の20代の僕に伝えたい今すぐやめた方がいい習慣を本気で考えます。かき食べます。寝ます。おやすみなさい。綺麗だな。今日は曇りです。はい、今から動画チェックします。はい、どうもミニマリストタケルです。はい、いつもこんな感じでサムネイルを作ってます。で次に概要欄を記載していきます。ということで完成しました。はい、でここからはひたすら動画チェックということで編集者のハービーさんから完成した動画が4本ほど上がってますのでちょっとそちらをチェックして、まあ、サムネイル作ったりとか概要欄記載したりとかしていきたいと思います。はい、どうもミニマリストたけるです。めっちゃ晴れとる。いやー今日はいい天気だな。はい、ちょっと仮眠します。はい、ということで今日は徳野さんとコラボなので今から行ってきます。いやー、快晴だ。
はい、ちょっと時間があるので散歩していきます。いい感じの風、いやいい風の音ですね。いやめっちゃ良さそうなところですね。これすごい風情がある。あ、こんにちは。風神雷神、お、手すりが金だ。やばい、こんなに散歩してたら取材に間に合わないかもしれない。いや、ちょっと足早に行きたいと思います。この木動画じゃ伝わらないと思うんですけど、めちゃくちゃ太いんですよね。この木はイチョウの木だそうです。いやこれ癒されるほかないですね。はい、そろっと取材に行きます。いやめちゃくちゃ楽しめました。はい、身も心も清められました。いや本当はもうちょっとねゆっくり回りたかったんですけど、まあそれでも良かったです。木の形をそのまま生かしたベンチっていいですね。はい、到着しました。はい、おいっす、行きましょう。はい、はい、ありがとうございます。わ、ずるいっすね。ずるいとかないっすよ。よし。はい、いやでもいい感じですよ、さっきは。いい感じですか。はい、大丈夫。3万回ぐらい行きますかね。わかんないですけど。わかんない。お、いいですね、先生みたい。マジで、え、触っていいんじゃないですか。いる。やばいっすよ。これ、全く違いますよ、特に。その、画質以外はわかんないですけど、画質が全く違うっす。へー。入れるのでも結構いいなと思いますけど。全然お花くそです。お花くそです。でもまた20代の頃に知りたかった習慣とかね、はい、熱いメッセージで。熱いメッセージで。はい。翔太さんかっこいいですね。Vlog です。Vlog です。はい、お願いします。元気でしたか。元気でした。はい、これ翔太さんの車ですか。かっこいいですね。そういうことです。はい、ということでちょっとね日も暮れてきましたが今から帰りたいと思います。今日は寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。ジム行きます。僕は未だにジムに行くときは半袖短パンです。まあ、でも今日は比較的暖かい方だと思います。いや今日は全然寒くない。今日はですね、胸と腹筋と背筋を鍛えていきたいと思います。動かないでください。個人情報を。今日も貸し切り状態です。筋トレが終わりました。帰ります。今日の筋トレはちょっといつもと変化をつけてやってみました。
すごく空が綺麗。今からちょっとイベントの準備をしたいと思います。皆さんお客様同士で名前を覚えてもらいやすいように、この胸元に貼る名札ですね、これを一枚一枚切り分けていきたいと思います。いや本当にイベント楽しみですね。今現在の仮の出演メンバーで最終告知用のイラストを作ってみました。我ながらなかなかの出来です。来週19日にメンバーが確定します。おお、初めて麺割るわ。よっ、やべえ、飛び散った。大惨事だわ。今日のお昼ご飯はたらこパスタです。今回のたらこパスタはフライドオニオンもちょっとトッピングでかけてみたんですけど、めっちゃうまいっす。はい、ちょっと仮眠します。ついに妻のご実家から送っていただいたこの柿が最後になりました。いや、この柿めちゃくちゃ美味しかったですね。最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。もしよろしければ皆様の感想をコメントで教えていただけたらとても嬉しいです。はい、ということで今日はちょっと早めですがもう寝たいと思います。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。